うん、でバカ持ってるから俺。本当にですか。はい、そういう意外の覚悟でうちの会社でやりたいと。はい、どうぞ。はい、事務所近づいてきたな。もうあと 2,3 分ですね。後悔はない。もうありがとうありがとう。そう、じゃあ自分で考えたの、反省して、はい、やっぱりでもその反省ってまあ行動が一番わかりやすいですけど、うん、見た目で表すのってそれしかないじゃないですか。うんうんうん、見た目を変えるしか、うん、だったらじゃあ僕はちょっとできることはやろうかなと。あー、ポーズにして、はい、まあ、みんなに見せるみたいな。一番伝わるから。それやっぱみんなに申し訳ないなって気持ちがあるの。あります。なんで、例えばなんで申し訳ない。いやまあ本当は今日も僕は段取り入っちゃってたんで。あー、工程にな。でそれで翔さんがやべえ休みだって外してたんで、うん、まあ、まずそういうとこもありますし、うん、そのやっぱり僕からしたら、例えば僕以外の人がこういうことになった時に、うん、もちろん仲間なんで助けたいとかそういうのあるんですけど、うんうん、でやっぱりそういう人がいなければそういうあの不信感とか、ああ、そういうのもまず思わないわけです。ああ、そういうことね。要はこうやって反省もして、なんかのうのうと生きとったらいかんみたいな感じか。そうですね、うんうん、僕はもうちょっとそれだけのことを僕はしたと思ってるんで、うんうん、やっぱりちょっとでも反省イコール坊主みたいな僕の中であるんで、うん、まあそれしかできんっていうかな、はい、まあ、もちろん仕事頑張るとか当たり前なんだけど、はい、覚悟した、はい、覚悟が決まってる、はい、もうつきますよ。でも昨日の時点で僕みんなに言ってるんですよ、カンタさんとかに。ああ、いや俺坊主したいっすねみたいな。ああ、でもカンタさんたちは冗談だろ、やめろって言うんですよ。なんで見苦しいとか見苦しい。いや僕もう言ってもう言った時点でもう結構決まってるんで、ああ、うん、もう何言われようがしません。嘘。はい、じゃあ昨日みんなで飲んだんですもんな。はい、お別れ会心なの、もしかしたらお前がパクられるかもしれない。そう、今までありがとうなんです。いや、しかし、皆さん、あの、勘違いしてね、俺がちょっとこうやって煽ってるけど、全然そういう、ただの検察庁みたいなのは全然関係ないな。結構やばいとこじゃなかったもんな。全然普通。普通のとこだったもんな、今言ったとこ。ここで。寒いからストーブの前からなんで坊主にするの、反省の意が見えるすごくね、考え今日でも朝からなんか行く途中に帰りに寄ってほしいところがありますみたいな感じで言われて、うん、どこですかみたいな、坊主にするんで千カット連れてってくださいって朝から言われたんですよ。もう昨日の時点でも決めてましたか。だからもう坊主にするとか変わったこと言ったぞっかりそんなことしたっても何の意味もねえわってことで、意味じゃないですよ、気持ちいいんじゃない、自分がやりたいんだったら別にやればいいけど、やったとこでただ YouTube のネタになるだけいや、ありがとうございますって感じで、いいネタ提供ありがとうございます本当に。無理やり痛いんでって言ったら、考えたら、ああ、分かったよ。もう手とか出せないですからもう悪い顔してますカッコもう優しいわ。あ、いいですよ任せてください。いや、これでこれ、うちに坊主にさせてくれることによって、うちにご飯食べに来てるお金は請求しんとこ。嘘チャレンジとか誰も払わんの、お前ら電子バタルって言ってるとか大変だな。一番白米食べるんでマジで昨日でも昨日は食べに来た米ぐらい買ってきや。昨日はちゃんとおにぎり持参してきましたなんか首落とされる人みたいな全部刺してます、一周刺してもう事務所みたいな6でいけばいいか、6でもいいですいいです、お別れのいいですか、髪の毛にお別れどこから行ってほしい、まだカットしてない、まだしてないです、お別れじゃあ、あのまずなんで坊主にしようと思ったのか、あ、でもさっき撮りましたそれ、あ、撮った、いやいや、もう1回説明しちゃうんだろう、はい、これ切ってもらう人に対して態度かお前が聞いたら、まあ、全部お前は正義か違う、チャラ違う、なぜ坊主にしようとやっぱりちょっとご迷惑というか皆さんに不信感を与えてしまったので反省の意を込めてしたいです。ああ、なるほどねえ、で反省の意を込めてうちがやっちゃっていいの、めちゃくちゃ嬉しいのじゃいいのお願いしたい、めっちゃ楽しそうですか、一番じゃあいい、はい、覚悟はいいですか、はい、お願いします。佐々木美容室いざいざ行ってらっしゃい、うわきれいですよ、全然きれいですよ。
あ、でも6でもまあまあ短くない、まあ、めっちゃ短い、まあまあ短いですよ。あ、今と比べたから余計ですかね。でもまあまあ短いですよ。もうすべこと言わず行くよ。もうここまで行ったら行っちゃうよ。そこだけ残しどんぐらいですか今。今1回見たい、見たい、見たいです。見たい。鏡。あ、ある、ある、多分そこに。あ、じゃ動いたらダメだって。今見た方がね、ショック受ける。そう。わかるっすよ、今だって。そこだけ涼しい。どんどん行くよ。中継から写真撮っといてあげるか。拷問受け取るみたいですね。見せてくれないっす。最後まで行くよって言ったじゃん。でも頭のき形綺麗そうだよ。あ、自分坊主得意っすよ。得意。視聴者の皆さん、間違ってもいじめではないですからね。はい。頼まれたからやってるだけですよ。手見て。確かにこれ微妙に、これが一番いいっすね。頭上げて、ほら、いい感じじゃん。ちょっと横から見てみて。やばい、そっちが横の写真撮ってきました。横の写真撮っとこ。はい、もう後ろも全部行くよ。僕ちょっと触っていいっすか。あ、いいよ、一回触って長い。それでも長いな。長い。じゃあ一回ちょっと待って、長い毛全部落としてからでしょ。こんなに長い人の髪の毛をうち坊主にするのは初めてだわ。なんかもう子供の頭やってる気分。お母さん。お母さん。お母さん気分だわ。お母さん気分。どうか、もう結構坊主した。もうないよ。いや、もうほとんどもう終わってます。今なんでこれ 3.8、うん。これちなみにもうこれ取ってマックスの2ミリ。ああ、じゃあそれにしましょう。2ミリにする？じゃあ取って2ね。はい。いいですか。もう覚悟を決めてるらしい。めっちゃ正しいじゃないですか。めっちゃ正しいじゃないですか。マジだいぶ短いぞ。本当にいいの。いいの、はい、もう戻れんよ。はい、戻れんぞ。いくよ、はい。だいぶ短いよな。めっちゃだいぶ短いぞお前。ちょっとだいぶ短いけどもう戻れんよ。もう戻れよ、真ん中から。やったっすね。やったっすね。もう行くしかない。行きましょう。行くしかない。いいんじゃない。綺麗じゃない。どうすか。お、いいっす、いいっす。え、綺麗だと思うけど、我ながら。もみあげもめっちゃ綺麗になりました。ね、めっちゃ綺麗になったと思うよ。綺麗です。ありがとうございます。まあ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 じゃない。これでちょっとまたあれだね。頑張らなあかんね。またね。一からね。はい。じゃあ美容師さんしてくれた佐々木さんへ。はい。あの本日は佐々木美容室をご利用いただきまして。誠にありがとうございます。はい、はい、ということで本日はいきなりでマジ急遽お昼ご飯だったから本当に社長に休憩中にすいません。急遽で、はい、まさかのこのとこでバリカンすることになるとは感じだね。本当ですよ。どうでした。いいえ、さっぱりした。みんなになっておられるかね、足場チームに。お疲れ様です。お疲れ様です。ドバに着きましたんで、はい、ちょっと皆さんに謝罪の言葉とちょっとこの反応をみんなに見てもらおうかなと思って、はい、ちなみにもう僕はあれからちょっと 1,2 時間経ったんですけど、はい、僕は結構見慣れました。もうでも私も大丈夫、見慣れました。結構見慣れました、ね、はい、やばいやばい、見慣れてる。やっぱ坊主の先輩の検査で店に行かないと。行きますか。はい、そうっす。行った、ドバに着きました。一回俺先に見にして。なんかマスコットキャラクターいそうだね。野球部っぽくないですか。いや、マスコットキャラクターセント君みたいな感じ。すごいよ。
ちでもいいな。どっちでもいいよね。似合ってますよ普通に、ね。ちょっと見慣れました自分で。でも切ってすぐ後悔してましたよ。岡部さん後悔してるとか言って。最初6ミリ。これ。あこれ2ミリです。2ミリ。2ミリいったら結構頭皮出るの。めっちゃ化粧かけてましたよ。で、でもみんなにやめに。完成の。許してもらえんかもしれないよ。それも。みんな見なくて、今日はすぐ。お疲れ様です。やめてけやめてさっさとやめてけカメラ回っとるよさよならさよならマジ今日ちょっとお休みもらってちょっと皆さん迷惑かけて申し訳ございませんはい申し訳なかったですあれあれあれちょっと会社の方にもその連絡とかが来てちょっと迷惑とかをかけして迷惑はいちょっとすいませんでしたで一応ちょっと髪の毛は切りました切ったんだよ、剃っただろ、結構2ミリですお前、切れんだろうな剃っただろバリカンスこれからまたこれで気持ち切り替えて頑張りますお願いしますなんか急に可愛くなったっていう、今日の僕の一日でしたはい戦せよはい戦せよはいすげーはい、はい、ということで、はい、本日はちょっと多分ここから撮った動画版だよねそうですここから撮った動画からの本社戻ってきて坊主にするという、はい、ちょっと後悔するでしょまあねでも別に認め悪くないし皆さんコメントたくさんしてあげてください、はい、ただこれは絶対間違えないでほしいのは自分からしてますんで確かにペコちゃんのいじめじゃないよって、はい、いじめでもなんでもないのね自分から昨日からずっと言ったもんね、はい、坊主にしたかったまあまあまあ本人なりの意思表明ですね意思そうだねということらしいので皆さんどうか悪いコメントはいらないのでいいコメントだけを多分坊主似合うよってコメントしたら喜ぶと思うもう毎日喜ぶすぐメンタル復活するから毎日見ちゃうかもしれないそうそうそうなんで悪いコメントはいらないのでぜひいいコメントお願いしますお願いしますチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いしますお願いしますじゃあまた見てねしよっかいけるまた見てねめっちゃ気にしてる Yeah.